こんにちは。今日は効率化に欠かせないソフトということで、毎日使っているソフトというので挙げてみようかなと思います。私が毎日使っているものですね。毎日になると結構限定されるかなと思うんですけど、まあ、毎日使うってことはそれだけ便利だということであるので、参考にしていただければなと思います。じゃあちょっと書いていこうかと思います。書いていくって言っても打っていくわけなんですけど、まあ、これはビジュアルスタジオコードっていうソフトで、ワードの代わりに使ってます。ワードよりシンプルでって。まあ、これ毎日は使ってないですね。毎日は使ってないんで。じゃあ、ちょっと毎日使ってるソフトで言うと、やっぱ Excel ですよね。Excel は毎日何かしら使ってはいます。で、タスク管理に使ったり、から、Excel のマクロもそうですよね。マクロと。Excel のマクロも、前に使ってるってことになりますね。タスク管理に使ったり、まあ、あとは、経理は Google のスプレッドシートを使ってます。シートを使ってますね。これ、まあなんでこれを使ってるかというと、スマホと共有がしやすいし、まあ Excel わざわざ開くより、ブラウザーで開いた方がいいので、まあそういう意味で使ってはいます。で、それでいくと、Google Chrome ですよね。ブラウザーは Google Chrome 使っているわけなんですけど、これもまあ毎日使うと。あと、ソフトは、まあ、Word は毎日使うわけ。ある意味 Word 毎日使ってますね。これはブログ毎日書いてるんで、そのブログ書いた後の構成に使ってます。まあ、Word がその構成、まあ、まずまずではあるんで、コピーしてペタッと貼り付けて F7 キーを押せば、まあそれで構成できるんで、まあ大きなものっていうのは見つかりますね。で、これで、あとはノーションです。メモソフトのノーション。で、メモをして、これスマホでメモをしたりして、で、それをまた、パソコンで整理して、で、タスクは Excel に。で、それ以外のものはノーションの中で整理してっていうのはやってはいますね。まあこれが、これで、あとは、あとあれか、Adobe ですね。Adobe シリーズで、Adobe の Photoshop っていうのは、何かしら写真編集するんで、使ってはいますね、Photoshop。で、と Adobe の同じ Adobe で、Bridge っていうのがあるんですけど、これ写真を管理するソフトで、結構使いやすいんですよね、Bridge っていうのを使ってて。で、この YouTube、毎日やってる YouTube のプレミアプロ、プロで出てくるか。プレミアプロも、やはり、毎日使ってます。ですね。これを使ってて。イラストレーターとかは毎日使うわけじゃないんで。で、ライトルームも毎日は使わないですね。私、フォトショップで結構やるんで。まあ、ただ、ライトルームの方が便利なときは、その、同じく編集ソフトなんですけど、それを使っています。で、プレミアプロと、このプレミアプロをこの動画として編集してそれをアップできるようにするですとか YouTube にアップするときにこのメディアエンコーダーっていうのを使ってます。エンコーダーとかメディアエンコーダーっていうのを使ってて、これまあ Adobe、 この Adobe はもうこのセットで契約してるんで、まあ、今度値上がりしますけどまあ値上がりするけど、まあ、これは使おうかな。ソフトとしては、ズームは毎日使ってるわけでもないし、あと、これですね。まさに使っている OBS スタジオ。これは使ってますね。OBS スタジオは使ってて、ちょっと、あれですね。OBS スタジオっていうのは使ってます。うん、で、あとは、OBS スタジオ。サファリ、Mac のサファリ毎日使う。で、会計ソフトで毎日使わないんですよ。テンション下がるんで、使わないんですよ。で、経理は毎日やってます。まあ、それはスプレッドシートでやってて、で、年に一回私はもう会計ソフトに取り込んでます。で、その方が楽なんで、で、そうすると会計ソフトに触れなくてもいいんで、で、税理士業の、もう、税務ソフト、税金のソフトっていうのも、毎日は使ってないです。あれもテンション下がるんで、
Excel で、主に Excel で仕事しながら、それでまとめて、最後の最後で、その e-tax というのでネットで送る必要があるんで、まあ、しょうがなく税務ソフトに入れてるって感じではありますね。税金計算するだけだったらもう Excel で仕組み作ってるんで、でそうした方が効率的ですね。税理士業で効率化する秘訣としては、税務ソフト、会計ソフトを極力使わないっていうのが、まあ、なんか矛盾してるようですけども、それが秘訣ではあります。まあ、ああいうソフトってもう非効率なんで、非効率だし、見た目も良くないしっていうので。で、この今挙げたマネーツリーっていうのは、これスマホで主に使っていて、まあ、ネットバンクとカードを連動してるんですよ、すべての私の。で、それを使って、それ毎日見てますんで、今の全財産というのが、私法人と税理士事務所と個人ですね、個人フリーランスのものと、とは家計と、プライベートのものとっていうのを全部そこに入れていくと、全財産が分かるわけです。で、全財産が分かって、その中の、事業用、仕事用のものだけ、その経理として抜き出してるっていう感じにはしてはいます。それも Excel と、Excel マクロで処理してって感じですね。そういうふうにはしてはいます。まあ、これぐらいですかね、毎日になると。平日毎日になると、ボイシーの登録、をするアプリとか、ストリームドエアードとか、そういうの。ストリームドエアードは週3回、オンラインサロンで使っててって感じなんですけど、じゃあ LINE を毎日使うかっていうと、まあ LINE は何かしら毎日使うか。LINE も入れときますね。LINE も使ってて。で、チャットワークとかはまあブラウザで使ってますけど、その辺はサービスになるんで、ワードプレスとか。まあでもチャットワークでもね、なんか嫌いなんですよ、私。まあ、その、やりとりには使ってますけど、好きじゃなくてですね。なんか、いろいろ商売がアコギなんで、好きじゃないですね。なんかそういう気持ちよくお金が払えないところっていうのは使いたくなくてです、ね、そういうのはあります。まあ、あとは、スタバのアプリとかも毎日スタバに行くか、まあ、ペイペイとかも、毎日ではないかなっていうのはありますよね。まあ、こんなとこですかね。Kindle か。Kindle は毎日使ってますね。毎日本読んでるんで、Kindle は使っていてっていうのがありますね。今これ Windows で使ってるんで、まあ、Mac の方を見るとなんか思い当たるとこはあるかなとか思うんですけど、こんなところですかね。毎日使ってて。では、ブログアップするのに、写真を整理するのに、写真を編集するのに、まあ、少なくともサイズを縮小するっていうのは使うんで、Photoshop はやっぱ毎日使いますし、あと WordPress は Google Chrome の中で使うんで、ソフトってことで言うと、フレーズエクスプレスっていうのがあるんですけど、フレーズエクスプレス、このフレーズエクスプレス入れてるんだった。入れてるんだった。こんな感じで、出てこないですね。ちょっとうまく動かないですけど、フレーズエクスプレスっていうので、例えば、こうやって入れると、おはようございます、井上ですって、ちゃんと、スカッと出てくるようにはしてます。で、この、シャープと P で入れてたはずなんですけど、Windows の方で、ちょっといろいろいじっちゃったんで、まあ、そういうフレーズエクスプレスっていうのを使って、今みたいにいろいろ登録しておいてっていうのは、まあ、毎日使ってますか。入れてないかな。あ、入れてますね。ちょっといつも Mac で使ってるんで、これです。これで、フレーズエクスプレスのが出てきます。で、あと思いついたのは、ライトショットっていうのは、これ Mac でも Windows でも、スクリーンショットで、何かしらスクリーンショットは撮ると思うんで、まあでもこれも、絶対毎日って感じじゃないですね。まあ、ライトショットっていうフリーソフトを使っています。こんな感じで使ってて、ちょっと大きく分けると、Excel、この辺と、まあ、Chrome もこんな感じですよね。で、Word、Notion。まあ、Word はちょっとブログ関係なんで、この辺とくっつけて、で、動画、編集。動画と、まあ、動画編集、写真編集、
関係と、まあ、連絡のツール、連絡は Gmail なんかだったり Facebook メッセンジャーとか使ってますけど、まあ、そのあたりもブラウザで使ってますからね。 LINE だけちょっと特別ですよね、アプリっていうのは。 Kindle、フレーズエクスプレス、まあ、この辺も分けるとしたら、まあ、このあたりをこれでいくか、これじゃいかないか。これでいきます。このあたり各系でいうと、まあ、アイデア系でこの辺にまとめるって感じですかね。で Google スプレッドシートは経理なんでこんな感じで入れて、で連絡系とあとインプット系って感じですかね。その他ウェブサービスとか含めるとフィードリーとかそういうものが入ってきますけど、まあこんな感じですかね、使ってるソフトっていうので。なんか見落としてるものがあるかもですけど、うん、あんまりその数多く使ってるってわけじゃないかなと思うんですよね。で特徴としては結構自由度が高いソフトっていうのが私好みですね。自由度が高い、まあ Excel なんかもそうですし、スプレッドシートもそうだし、Chrome もそうですし、まあ Chrome なんかはまあ何でもできるわけじゃないですか。ウェブサービスも使えるし、検索もできるしみたいな。あとはまあ編集ソフトなんかもやっぱり自由度は高いんで、なんかそういうものを好むっていうのはあります。だから規制のソフトって、そんなに規制のって言いますか、もう機能が決まりきってるソフトってあんまり使わないっていうのが、まあ、効率化の秘訣でもあるかなと思いますよね。自分に合う合わないっていうのはどうしてもあるん でソフトっていうと、この世の誰かが作ってるものですよね、誰かが。でそうするとその人の癖とか、その人がまあなんか硬い考え方だと結構めんどくさいわけですよ。なんか会計ソフトとか税務ソフトってそういうのがあって、だから例えば終了するってなった時に終了しますかって出るのが私めちゃくちゃ嫌なんですよ。まあ、そのステップいらんやんと思うんですよね。終了するって今ボタンを押したんだから。まあ、それで間違って終了してたらまた開けばいいんだし、なんかその辺の確認が多いっていうのが嫌だなっていうのはありますし、あとは見た目ですよね。もうこういったシンプルなソフトっていうのは見た目もシンプルなんで、まあ、それをもう変になんか かっこよくしようとは思ってないと思うんですけど、変になんか変な色、このね、クリーム色とかの画面とかだったらちょっとやる気失せますよね。でビジュアルスタディオコードも好きなのはもうこんな感じでスッキリはしていて、もう本当に集中して余計な機能がないっていうのが。だからワードで文章を打つことっていうのは私はほぼないですね。まあワードでなんかこのなんか文章を作らなきゃいけないっていうケースもありますけど、対役所とか対銀行とかですね、そういう時、まあそういう時はしぶしぶ使いますけど、それ以外だったら別にいらないかなと。さっきの構成とかですね。で本に関してはこれはまあ本書いてる時は毎日使ったりするんですけど、スクリブナーというソフトを使ってます。これ有料のソフトで、そういう本が書きやすいソフト、長文が書きやすいソフトですね。まあ、それを買って使ってたりはしてはいますね。まあ、こんなところで、Mac 関係でなんか抜けてるかもしれないですけど、ブログの、私のブログのプロフィールのところに、使ってるものみたいなので載せてるんで、ちょっと最後その辺を見て、まあ、プロフィールも金曜日に更新してるんで、まあ、なんか、たまに見ていただくと嬉しいです。これ、愛用品で、この辺はハード系ですよね。まあ、UiPath とか Python も毎日使ってるわけじゃないんで、GAS とかですね。で、まあ、このキャプチャー、Xmind とかも毎日ではないですよね。うん、まあ、やっぱ、そんな感じですね。そんな感じなんで、毎日使えるってことは自由度が高くてシンプルで役に効率的に使えるっていうことであるんで、これを私がなくなったら、まあなくなったら代替サービスっていうのはあるんですけど、ちょっとしんどいですよね、なくなったら。まあその時は他のものを探せばいいんですけども、まあ、こういった仕組みの、こういったものがを毎日使ってるっていうことで、まあちょっと参考にしてみていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。
ます。ありがとうございました。